どうも、よい風景です。新女神転生4ファイナルの実況プレイです。築地金剛寺前ですね。さあ、ではここ、攻略やってきますかね。あ、なんかもうドンパチやってるみたいだね。あ、あなたたちもいらしたのね。イザボーだ。イザボー姉さん？姉さんもフリンを助けに？ええ。天使の軍勢が築地金剛寺へ向かったと聞いて、よろしければ私もあなたたちに同行させてくれないかしら。いいですね。もちろんいいよね。ナナシ、イザボー姉さんがいれば100人力だよ。さあ、どうするかな。なんかあれ、イザボー先発した天使たちはすでに敷地内へ進行しているみたい。天使や悪魔はいち早く不倫を得て自分たちのために利用するつもりよ。彼らはもし利用することが叶わなければ不倫を亡き者にしてもいいと思っている。そんな者たちに不倫は渡せない。そんなこと私が絶対にさせなくてよ。さあ、どうしようかな。今朝日にしてるんですけど、まあ久しぶりなんでね、しばらく抜けたから。でもどうする、イザボーにしてもいいかなって気がするけど、レベル差ずいぶん開いちゃったな。最後にしますか。なんかレベル差開いちゃったんで、イザボの経験値貯めるとかできるかな。さあ、投入するかな。構造的には一緒なのかな、無印の時とさ。あそこ回復できるか。それ倒してく。どの程度の悪魔が出るのか。あ、全然知らないぞ。レベル56、55。なるほど。パピプンレベルいくつだっけ ?60、68? うん。10レベル以上なんで。まあ、ちょうどいい感じなんじゃないか。よし、じゃあやっていきますかね。あ、でもアリス大幅に。大丈夫かな、アリスやってくるかな。ハマで攻めるべきですかね。死んでくれるとかどうなんだ。どうだろうね。やっぱり物理相手も入れた方がいいかな。ん、待って、どうです、物理に強いのかな今回は。というか銃に強いのか。音響機入れるかな。音響機かな。アリスの代わり音響機入れていきましょう。ブフどうなんだ。あ、弱点か。なるほどね。まあ麻薬はいらないんじゃないかって気がするよね。まあ優先度低いだろうな。良いかい。まあそのくらいの敵が出るってことだ。まあ十分に稼いできてはいるんで大丈夫でしょう。まあ敵倒さなくてもいいかな。あ、ちょっと待って、これ出番じゃん、やつの出番じゃん。これ敵邪魔だけどね。このゲームなんか敵が襲ってこないんで楽です。まあ、これレベル低めで来てる人はね、まあ戦うことになるんだろうけど、でこの難易度だと多分レベル低めきついみたいだね。なんか他の方の、あのコメントとか見てるとね、やっぱり低レベルで来てる人は途中で積んじゃったりするみたいですね。まあそうだろうね。やっぱりかなりこう難しめに調整されてるんで。でもまあ経験値稼いだりするってことでこう十分対応できるね。なんかレベルによる補正みたいなのって、小さめなのかなってずっと思ってるし、多分小さめなんだろうなって思うんだけど、それでもやっぱり、稼いでおくに越したことはないですね。あれ、こう開くか。いや、開かないか。あの先、あれ、これ戻ってきたか。どこだろうな。
迷いやすいたちなんでね、本当に迷うんでね。さあどうするか。こっちか。いやちょっと待て待て、おっとおっと、エレベーターで3階に行ってみるか。無印の時と全然なんか違うな、だいぶ違う感じですね。こう背景も似てるし、てか同じだし、だけどなんか違う、構造が違うのか。あ、嘘でしょ、そんなことって。何かありました？あ、イザボーさん、それが君たち、金剛寺に入ってからガイア教徒を見かけたかい？あ、そういえば、いないね。ん？どういうことですか？ここは多神連合と、それに組する弥勒派のガイア教徒が占拠していた。そうだね。だが、ここには弥勒派のガイア教徒がいないんだ。一人もね。ごく最近、それこそ数時間前までは確かに人がいた形跡があるんだ。それが全員魔法のように消えてしまった。まるでメアリー・セレスト号だよ。なんかマニアックな例えするね。メアリー・セレスト号ってあの有名な幽霊船ですよね。まあでも辺りを調べていておおよその予想はついたよ。で、弥勒派のガイア教徒どもは一体どこに消えたというのだ？聖者の腹の中さ。え？弥勒派の連中は集団自決したんだ。マジか。それって進んで聖者に食われ魂を捧げたってことさ。ね、信じられないでしょ、自分から進んでなんて。殉教者の考えなんて理解できないよ。どうすれば悪魔なんて信用できるのか。いや、悪いね、呼び止めちゃって。君たちは先に行ってくれ。もう少しこの辺りを探索したら我々もすぐに追いかけるつもりだ。それじゃあまたね。次の世界でこう転生できるみたいな、そういうことなのかな。それともその肉体を経ずにこう神との合一って言ってるからね、そういうことなんですかね。もう肉体をもう完全に捨ててしまうみたいなことなんですかね。でしらみつぶしに探していこう、行けるところ。ここ行けないっすよね。ああ、また足元出やがった。カブラカンか。もういい加減にしてくれよ。マハモドを持ってしまえ。ようやく一体始末したか。ああ、ここの時厄介すぎる。あら、パートナー変えますね。パートナーをハレリアにしよう。状態上防止してくれるかもしれないけど、でも先手取られたら無駄なんで、もうエストマかけるわ。できるだけのことはやってみる。よろしくお願いします。さあ、あれ、本院に来たぞ。来た。あれ、ここまで来てないな。捨てるとこ。収録時間50分にしてようやく進展か。なんで新しいの来たのかは全然わからない。激しい戦闘が聞こえる。どうするかな。ボス戦になるということを想定するか。聖王部か。ノルン入れるか。ノルン入れる。恩義は入れていいのかな。カルテケイアじゃなくて、誰かし、聖王部か。これで、行ってみるか。ちょっと待って。はい、行ってみると。
フリンとオーディンが壮絶な戦闘を繰り広げている。これはフリン、無事だったのね。無事だったっぽいね。あ、オーディン、マジかよ、オーディン倒すべく、あと知恵絞ってきたのに。嘘だろ。そう。腹いせにフリン倒すかな。ん？なんだ、ダグザ、どうしたんだ。フリン、大丈夫でした。大丈夫だ。問題ない。フリンは他神連合の神殺しにならずに済んだよね。後ろの像マジ気になる。無印の時にあったやつだな。そうだわフリン、マサカドの太刀を預かっていましたの。ん？必要ない。それは今は必要ない。君が持っていてくれ。え？あ、嘘、怪我してるの？まさかさっきのオーディンとの戦いで。オーディン強いからね。これくらい大した怪我では。痩せ我慢はやめておいた方がいいんじゃないかい。オーディン倒されちゃうなんてショックすぎる。ハレイスにクリシナの首でも取りますかね。ああ、オーディンは負けてしまったのか。どうやら一矢報いはしたようだけれど、残念だよフリー。君は僕らの神殺しとなるべき人間だったのに。クリシュナ、撃たせてもらうぞ。万全の状態ならいざ知らず、その体でかい。舐められたものだ。ふっ、奴の言う通りです。怪我人のあなたは下がっていてください。あ、なんか一応敬語使うっぽいね。フリン、その怪我で戦うのは無茶でしたよ。ここは私たちに任せてちょうだい。あ、やり合うのかな。そろそろこの喜劇にも飽きてきたところ。いいだろう、ここらで一度幕を下ろそうじゃないか。あ、よし、やりますかね。一応ボス戦用のパーティーにしてよかったな。僕は必ずこの世界、君たちを創造主の支配から解放する。今の君たちにとって救済が受け入れがたいものであるのは分かる。だが僕は君たちを諦めない。絶対に救い出してみせるよ。よし、やりますかね。とりあえず銃撃は通るかどうか。ベトナジュ入れるべきか。クリシュナね、なんかね、まあ聖なる攻撃やってきそうですよね。まあ念のため入れておきますかね。ここは謙虚に行きましょう。はい、開始の外撃、音響機は物理が通るかどうか試したいんで。さあ、西洋墓はランダマイザー、ラフタキャンディ、どうするか。このパーティーで臨むのかな。どうする、どっち入れるべきかな。とりあえずランダマイザーか。入れがたい方最初に入れるか。パーティー切り替えかもしれないからね。ノルンはここは威圧しておきますかね。テトラカーン入れたいですけど、とりあえず敵の戦術も確認したいから。まあでもマカラカーンだろうな、多分普通で攻めてくるタイプじゃないな。さあ、こう割り込んでくれる。残り2つのプレスターは何に使うのか。戦いのターラ、全能力アップだ。これはでもデカチャだよね。あ、物理だな。なるほど。さあ、ではさあ、ここらで攻撃に転じるわけですね。これデカチャがあるランダマイザーじゃない方がいいかもしれないな。デカチャの方が効率的なんで。そうだよね。まあとりあえず音響機は攻撃するでしょう。物理通るか。うん、よしよし。ああ、十分いけるね。さあ、ではランダマイザーやめてラスタキャンディに切り替えるか。そうだね、多分それが
いいんじゃないかな。ラッサキャンディを入れていきましょう。ノルンはどうするかな。魔から魔法じゃないかなと思うんだけど、多分ね、脳筋って感じじゃないもんな。多分これがいいだろうと思いますね。さあ銃撃通るか。あ、よし通るね。じゃあ銃撃と物理で攻めていけばいいかなと。力ダウン。まあでもこの程度だったらね、まあ無視してやっていけばいいかなと。このまま押していくと、うん、まあ、これでガンガン押していけばいいんじゃないかな。ラスタキャンディーでいいかな。なんか大した攻撃仕掛けてこないですね。だからこれはもう威圧でいいか。威圧でいこう。あとは眼力入れる。あ、食いしばり効果。さあプレスターン減らす。ん、また来た。あ、ちょっと待って、それ状態じゃついてる。待て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 、どうするかな。ちょっと待って、アイテム回復してっか。チャクラポットじゃなくてネパトラでいいね。入れておかないとな。これ状態で攻撃してくるたちか。あと回復も入れないと。メディアルハイ入れるべきか、ラスタキャンディーを入れるべきか。もしメディアルハイ入れるとすると、ここでやつを入れるべきか。ノルンの前に霞が行くか。よし、にやってくれましたね。ノルンがメディアラハンと回復する。さあここ攻撃して OK だね。うん、よし、さらに攻撃できるね。霞がけっと見切っているのだよ。まだまだ。あ、しまった、威圧もだったじゃないか。あ、能力ちょ、能力タラン消えたね。いい感じだね。うん、上場の出来だな。よし、ニヤリもらいました。おっとっと、こんな不毛な戦いやめにしないか。僕は人間を救いたいと思っている。君だってそうじゃないのか。あ、ちょっと待って、手を差し伸べたって書いてある。手を取りますか。手を叩くミッスル、ミッスルだな。仕方ない、君は君の道を行く。僕は僕のやり方で人間を救済する。ちょっと待って、クリシナ倒しちゃったらさ、クリシナの作った宇宙を乗っ取る計画は台無しになっちゃうんじゃないのかな。あ、とりあえずいい選択したかな。よし、さらに攻めていく。このターンにありもらいましたんでね、一気火星に攻めようじゃないの。これ霞がけ。あ、よし、状態上勝ったぞ。でもこれすぐ溶けちゃうんだよね、割とね。ここは回復もなしでいいと思うんで、あ、ラスタキャンディ入れますか。ノルン、威圧の構え。 MP がだいぶ減ってきましたね。ここは、関心。音響機もこう回信かな。うん、次のターンに備える。予防重要じゃんこれ今回。さあどうするかな。あ、クラクラしてるかな。あ、でも治っちゃったか。あ、物理だったね。割と物理で攻めてくるね。なるほどね。よっしゃ、スタミナルーチ。よし、にやったぞ。さあラスタキャンディーだから、ランダムアイズ入れるべきかな、それとも
予防にしておこう。じゃ、よかった。威圧にしておこうか。夜の MP が減ってますからね。温存するべきかな。ランダマイザー入れたい気持ちもありますけど、ノルンはこれも次に回しちゃおうか。ノルン温存しましょうか。さあここサミダルーチ、ここを霞がけ、よし赤くなってるぞ。このまま押していく。よし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 。僕ら多神連合の負け、あれ負けを認めたぞ。そしてこれを契機、天使と悪魔のグランギニョルが始まるだろう。グランギニョルだって。僕は観客席か。君たちの選択を見守らせてもらう。あれこれ押してないのかな。でも退けた感じですかね。あ、でも消えたってなってる。やった、私たちクリシュナを倒したの？はい、ちょっと待って。収録時間はね、今1時間超えてんだよね。ダンジョンでね、50分くらいもやってたんで。だから、一旦これ切りますかね。はい、というわけで、この続きは次回ということで、ご視聴ありがとうございました。